今回入荷したのはニューバランスの990V2 になります。今回入荷したのはテディサンティスのニューバランスですね、 990V2 になります。カラーリングが可愛いですよね、オレンジで。まあ一番の特徴はこのカラーリングだと思います。それと自分が今回手に持ってすごく感動したのがこの周りのスエード生地ですね。こちらもニューバランスの N の文字もブラックのスエード生地、ここもスエードですね。で全体もスエードに仕上げてすごくおしゃれな感じに仕上がってると思います。やっぱり高級感がすごく今回は出てるんじゃないでしょうか。自分もこれは実物見て初めて感じましたね。やっぱり持ちたいと思いましたので自分も追加で一応買う予定にしてます。自分は今回このシューレースはブラックのカラーにちょっと変更したいと思ってます。やっぱシューレースっていうのは個性をこう出すような形で皆様履かれる方もいると思いますんで、自分がおしゃれと思うコーディネートとかと合わせて買えるのはすごくいいんじゃないでしょうか。後ろにはこのように USA の文字もしっかり入っております。そしてこちらの方にはニューバランスのタグもついてますので、どうぞご安心ください。特に今からの秋口になるとこういったおしゃれなカラーはすごく映えますので、どうぞいろんなおしゃれなコーデに合わせてください。今回入荷したサイズの方は 27.5 となります。サイズが合う方はご連絡の方お待ちしております。本当に実物見ないと分かんないと思うんですが、すごく高級感があるアイテムですので、どうぞ皆様よろしくお願いします。それと今回は同じシリーズでこちら YouTube のライブ配信でも宣伝しましたが、こちらですね、990の V3 も入荷しております。こちらの方もサイズが 27.5 となっておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。先日キスでも出たカラーと全く一緒のカラーリングになってますんで、おしゃれに履けますと思います。どうですか。今回ご紹介したのはニューバランスの V2 と V3 になります。本当にたくさんおしゃれなコーデに合わせやすいので、どうぞ皆様たくさんのご連絡よろしくお願いします。以上、商品紹介でした。お問い合わせはインスタグラムからよろしくお願いします。新しくツイッターも始めましたので、合わせてご登録よろしくお願いします。下の概要欄からアクセスしてください。今後も新アイテムが入荷しましたらご案内していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。